アスプル学園イエーイ。はい、というわけで始まりましたスプラ学園。おい、この企画はいろんなスプラプレイヤーの方をお呼びして、うん、お話聞いたりプレイを見せていただく企画でございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、まあ、復帰2発目でございます。2発目ですね。はい、はい、2人目でございますけども、はい、あ、いや、今回もちょっとスカウトから、うん、呼ばせていただきましたよ。これはね、熱望してました。熱望してました。熱望してたんですよ。熱望ですか、ね、はい、はいはい、そうですね。あのですね、X にね、まあいろいろポストがこうやっぱスプラトゥーン関係の上がってくるんですよ。もちろんあるんですね。そうで、な、パワーなんぼ達成しました、うん、みたいな、あらあら、はいはい、やっぱ見るんだけど、はい、今日来てくれる方の俺はポストを見て、本当に俺人の配信行かないんだけど、うん、本当に2年ぶりぐらいに行ったかもしれない。嘘だろって。あ、その人多分ポストで気になりすぎて、気になりすぎてどういうことっていうので俺は配信見に行きました。あら、ちょっとそのポスト私分かんないから後でちょっと聞きたいですけども、うん、はい、そんな、まあ、実はうならせた、はい、今回は人がゲストということで、はい、早速お呼びしましょうか、はい、ゲストこの方です。あ、今回のゲストはガランドーさんです。お願いします。来た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 、ありがとうございます。すいません、来ていただいちゃって。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ガランドーさんは、はい、スプラ学園スカウトにて、はい、モップリンの動画、モップリンにしていただいた、はい、方なんですけども、はい、あのモップリンの、ね、動画見ましたけども、うん、なんと、まあ、もともとバケットスロッシャーとか、まあ、バケツ系でも2からかなりパワーを上げている方ということで。2だとパワーいくらぐらいまでいってる？2は必戦で3000いってます。必戦で3000いってんだ。3000いってんすよ。3000はね、もう本当に一握りしか2いないから。そうなんですよね。必戦ヒューでいったということで。必戦でいってたんだね。で、3のモップリンは3900です。3900だよ、モップリンでだよ。ちょっと意味わかんないよね。意味わかんない。え、結構どう、自分の中で3900いって、まあ、4000多分狙ってたとは思うんだけど、うん、そうですね。どう、 やった感じ。いや、でもまだいけるなっていう感じはして、まだいけるなっていう感じするんだ。そうなんですよ、全然伸びしろもあって。あら、そうなんだ。全然頭打ち感ないと。そうですね、4000いけるんじゃないかなと。それぐらいの、パワーがある武器だと。あります。うわ、いやいや、ガランドさんしか言ってないですよそれ。いや、そうなんだ。いや、だから俺はポスト見て、うん、嘘だと思って。あ、なるほどね。そう、見に行ったらネギトロ大無双、うわエリアで何そのネギトロ大無双、くら寿司とかにありそうな。ネギトロ炭鉱がね、もうガランドのね、うん、もうテリトリーになってた。すごい。いやね、ちょっと、まあ、もちろん、スプラ学園スカウトでもね、うん、すごい動画見せていただきましたけども、はい、まあ、そんなガランドさんにちょっと今回はいろんなお話を聞かせていただきたいと思います、うん。いや、まずですけども、スプラ甲子園、うん、はい、決勝トーナメントまで、行かれた試練というチームで出てまして、はい、大活躍お疲れ様でした。とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでした、ちょっとふわっとした感想になっちゃいますけど、いかがでした。はい、いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。あ、それは良かったね。そうですよね、今回初のオフラインってのもあって。あ、そうなんですか。そう、そうなの。俺もそれびっくりして。あ、なるほど。やっぱ2からやってたし、はい、俺2から知ってたから、はい、名前はね、はい、名前は知ってたから、なんかこう大会いろいろ出てるたんだろうなっていうイメージだったんだけど、2出てないんだね。2はもうガチマッチばっかやってて、大会とか全然出なかったですね。だからガチマで会ったことあって名前覚えてたってだけだった。なんか強いバケツだなって、うん、そう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 。あ、なるほど。あ、じゃあ初のオフライン大会でもういきなり決勝トーナメントまで。そう、いや、すげえよ。すげえな、うん。いや、どうですか、決勝トーナメント。かなり、いや、もう激戦区でしたね、本当に。そうですね、めちゃくちゃ周り強くて。はい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 。もうなんかすごかったです。びっくらっちゃった。まあでも、全然強いっていう、はいはいはい、本番の前は練習してるわけじゃない、はい、ね。で、その練習してる感じはどうだったの。いや、まあ正直、うん、あんま勝ててなかったんですよ、うん、おろ、練習の段階でね。そうですね、うん、勝率4割とかで、うん、結構なんか喧嘩じゃないけど、うん、ギスギスすることもあったんですけど。ヒラギのせいでしょ。やめろ。まあまあまあ、まあ、でも熱い男だからね、彼はね。そうなんだ、うん、まあ、逆にそれが良かったみたいな。ああ、ちょっと引き締まるというか。そうですね、なんかこう意見の言い合いがあったみたいな。なんか逆に練習でそうやって負けたおかげで、うん、なんか本番負けてる展開になっても、うん、落ち着いてプレーできたっていうのがあります。はい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 、なるほどね。まあ、でもなんかいろいろ話聞くけど、裏のやっぱ負けてるチームちゃんと残ってるよ。
そうですね、うん、対抗戦で結構勝率良かったり勝ち続けてるチームは割とポロッと負けてる結果が多かったかなっていう今回の甲子園はっていう印象だった。そうですね、うん、なるほど、大事だよねやっぱ練習で負けるってね、負けパターンになるときも本当に大事だと思います。うん、素晴らしい。そっかそっか、確かにね、そこであの悪い部分を取り払っていくみたいな感じで、うん、でもかなりね練習も、大変そうでございましたけども、うん、まあ、そんな中野さん、さっきねスプラ2、うん、XP3000 ってお話聞きましたけど、うん、スプラトゥーン自体はいつからやるの？あ、確かに、一応スプラトゥーン1の頃からプレイしてはいて。あ、そうですか。当時小学生とかだったんですけど。あ、今ちなみに おいくつか言って大丈夫ですか？あ、20歳です。あ、今20歳。あ、じゃあもうお酒は飲めるんだ。ギリギリ飲みます、都市的には。うん、そうなんだ。小学生だったんだ、ワンの頃。そうか、小学生です。そっかそっか。で、その時はだから結構普通に、その時からバケツ使ってたんですか？いや、その時はローラー使いでしたね。あー、ローラーからバケになったんだ。はい、それも面白いよね、なんかね、いろんな人の聞くのね、うん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 、あ、そっち行ったんだっていう。なんで2ではローラーじゃなかったの？ローラー結構途中までは使ってたんですけど。あ、2でも。そう、うん、でもなんか限界を感じてやっぱり限界感じ。まあね、どうやってもやっぱ塗りゲーだしね、射程もやっぱね短いし。そ, それでなんかいろんな武器を試してたんですけど、うん、それでバケツが使っててだいぶ勝てるなっていうことに気づいて、そっから使い始めた感じですね。なるほどなるほど。結構強いなって感じでバケツ選んでっていう展開。そうですね、あ、なるほど。もう強さで選んでます。おお、すごい徹底して、うんうん、はいはいはい。じゃあなるほど、それでバケツまあ必戦で XP3000 っていったわけですけど、うんうん、3じゃモップリンということですけど、ってことはモップリンが強いってことですか？強いです。おお、いや3900無理だもんね。おー、まあね普通に考えてサメライドでしょ。サメライド、うん、確かに。まあエリアではまあ多少やっぱパワー出てるスペシャルだとは思うけど、それでもやっぱり特にモップリン最初出た時はさ、はい、なんかこう塗りはまあある程度取れるけど、やっぱどうやっても、あれは三角か。そうね、そうだよね、三角だからやっぱキルタイムもそんな早くないし、うんうん、ちょっと難しいんじゃないみたいな、うん、なんか他のスペシャル来たらなんかちょっと強く出れそうじゃないみたいな感じだったけど、もう初期の頃から割と希望出てた。いや、私も初期は弱いと思ってたんですけど、うん、最初は弱いと思ってたんだ。結構最初ネタみたいな感じで使い始めて、うんうん、この武器でどこまでいけるかみたいな感じで、はいはい、変な武器出たからちょっとやってみようみたいな。 それでなんかやってたら、うん、なんか意外と強いなっていうのに、はいはいはい、気づき始めて。すげえ。なんか塗りめちゃくちゃあるし、うん、キルも意外とできるしっていうので、うんうんうん、で使ってったらもうなんか3900までいっちゃいました。いや、 どっちもその塗りめちゃくちゃ取れるし結構倒せるしが僕はあ、そうなんだってな感じなんですよ、モップリンって。あ、塗り法はね最初から出た。なんかでもアップデートでなんかちょっと強化もらわなかったっけ？あ、一回ありましたね。なんかメイン効率が確かちょっと良くなったみたいな感じ。メイン効率が良くなったのか。あそこのタイミングが別にって感じ。いや、あれも結構変わりはしました。変わったんだ。なるほど。あれでさらに塗りがもうめちゃくちゃ強くなった感じですね。はい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 。そんな変わったんですね。でサメライドも確かに強化きてるから、ちょどんどん強化されてるんで。そうですね。今のところ強化が多めな武器ですけども、うん、なるほど。じゃあモップリンはちゃんと強さで、あ、まあ、最初でもモップリン確かに最初使っててあんまりだったけど強さに気づいたっていう形で今使ってると。なるほど。ちょっとそれで気になるんですけど、うん、そのバケ、まあ、西澤君もその動画で言ってたんですけど、うん、スカウトの。じゃあバケツ使ったらもっと上がんじゃないのっていう。まあそれやっぱ思うよね、一個ね。思っちゃうんですよ。それこそ必戦ヒューで2で XP3000 でモップリンで今3900。まあ必戦もね強い武器だと、必戦ヒューも、うん、必戦ヒュー使ったらもっと上がんじゃないのって僕らは思うんですけど、ご本人的にはどうなんですか？いや、正直エリアに関しては絶対モップリンの方がいけると思う。マジっすか？うわ、それは意外。バケシュでエリアで他に可能性あるのある？モップリンが一番。いや、バケツも強いんですけど、普通のバケツ、そうし、はいはい、なんか塗りができるんで、やっぱ、うんうん、モップリンの強みがね。そうなんですよ、うんうん、
まあ、バケツも強いんですけど、うん、私エリアのバケツがあんまり得意じゃなくて、あ、そもそも、なるほど、自分に合ってるっていうのはありますね。そこなるほどなるほど、はいはいはい、塗りで勝てるっていうのが、うん、武器の強さだけじゃなくてガランドさん的にもモップリは今やりやすい、もうエリア勝ちやすいっていう、まあ、塗りでっつってもかなりダメージダッシュだけどね、動画見た感じ。いやそう、確かに、うん、パパーンってあの後ろのやつにね、パパーン当ててとか、うん、あのそれこそサメライドで取るだろうなってところも、あ、やれるっつってやって、サメライト残して撮っちゃうみたいなシーンもあったりしたから、うん、ちゃんとメインでね、うん、なんか撮ってる印象があった。すごい、だからメインの能力っていうかをやっぱりこのガランドさんの中で強いっつって今研究してるというところで、うん、と思うんですけども、まあ、ちょっとちなみになんですけども、うん、スプラトゥーン3のゲーム性は今ご自分に合う合わないあります？結構アップデが重ねられて、はいはい、今結構好きになってきてますね。なるほど、だいぶ良くなってっていう感じなんですね、はい、イメージとしては結構今バランスが、うんうんうん、武器のバランスがいい感じで、はいはいはい、結構初期の頃はなんか洗濯機だけとか、まあ、そうシャープマーカーだけとか、はいはいはい、そういう環境もあったんですけ ど、 あ、なるほど、今は結構バランス良くて好きですね。あ、いいですね、やっぱ上位勢の方やっぱそういう感覚の方は結構多いのも、そうですね、初期の環境でモップリン使えたかな今の。いや絶対無理です。相手にボコボコにされます。ずっとスクスロ来てカニずっと飛んできてみたいな感じだよね多分ね。あれさすがにきついか。そうかそうか。じゃあそういう意味ではモップリン的にも割といいアップデートで追い風というか、そうですね、戦いやすい環境にはなってるって感じなんだ。バランスがいいからこそ活躍できてるっていうのは、うん、なるほどなるほど、なるほどな。いやじゃあ結構そうか、なんか僕ら的にはモップリンが好きで、まあ、とりあえずって感じだと思ったら、ちゃんと強さで選んで今モップリンを使っているというガランドさんでございますけども、うん、はい、結構ね、モップリンに関しての質問も来てるんですよ、うん、その、まあ、後でプレイで、ね、見せていただくものもあるんですけども、うん、ちょっとそれを除いてちょっと視聴者の方からの質問をちょっとお聞きしてもいいでしょうか。まあ、技術面になっちゃうんですけども、はい、まず一つ目が、まあ、サメライドでやっぱ撮るって人多いみたいなんですよ、モップリン使ってる人は。とりあえずエリアを撮る、うん、まあやっぱそのイメージよね。そうそうそう、サメライド武器は基本なんかそのイメージ。そう、うん、なんだけど、まあ、2つ分かれてるエリアあるじゃないですか。まあヒラメとかありますね、はい、あのナンプラーとか、うん、ああいう時ってどうするのかなっていう、なんかどういう風なコツがあったりとかするのかなっていう。あ、まあ2エリアステージはやっぱり、はい、なんかエリアがちっちゃいじゃないですか。一つずつね、二つあるんで、うん、なんでなんかメインでの塗り合いってのがしやすくて、うんうん、あ、苦手じゃなくてむしろそう一振りとかでエリア取れたりするんで、うん、結構それを中心に立ち回ってますね、エリアの塗り合いというか。なるほど。サメはもうキルに使っちゃって、はい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 、エリアを塗り合い、メインで塗り合いつつ、うん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 、サメでもう抑え1キル狙うみたいなイメージです、うん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 、なるほど。そうかそうか、濡れちゃうから、うん、もうこっち濡れるぞってさして相手に来させて倒すみたいな感じ で、ね、あ、じゃあ塗り合い有利取れるから、むしろじゃあ多分この方とかはちょっとその苦手だってイメージになっちゃったんですよ、それが。そうそう、むしろメインで取れちゃうから逆に強いと、モップリン。そうです。いや、まあ、なんか質問の感じが、うん、もう前提が多分サメライドでエリア取るっていう前提なんで、これそうね、そうね、うん、実際はサメライドってどういう認識で使ってる？まあ強制確保ももちろん多いんですけど、うん、やっぱそれやるだけだと、うん、もう塗られ返されちゃったりしてて、うん、もうなんか強くないんですよね。あ、そればっかり一辺倒だとやっぱ強くないと、はい、うん、なんでたまに、うん、なんかメインとのコンボでキル狙ったり、うんうんうん、っていうので使ってる感じですね。そうですね、うん、なるほど。結構だから、まあ、動画見た限りだと、うん、僕の勝手なイメージなんですけど、うん、なんか大事にするときともうポンポン使っちゃうときがあったんですよ。それってなんかどう分けて、本当倒せるならもうとりあえず使う。いや、もういけると思ったらもうとにかくもう切っちゃう。あ、切ってます。あ、じゃあ大事にしてるわけじゃないですね。そうですね、ただいけるとこがなかったから、まあ、なんか見極めてる感じです。あ、へえ、なるほど。いや、そうですね、確かに倒すためのサメライド多かったから、うん、ちょっとその辺はプレイの方でちょっと聞かせていただきたいと思いますけども、うん、もう一個、はい、これもね、まあ、技術ではあるんだけどちょっと確かになっていうのが、うん、まあ、あのモップリンってパッパって2つ出るから、うん、薙原に塗ってるじゃないですか、パッパってこう。そうですね、2つ、うん、コントローラー振りながら、はいはいはい、うん、でも振りながらって言ってるんですけど、画面見る限りこうガチャガチャってなってないんですよね。そのガランドさんってなんか落ち着いた画面でパパってやってるから、あ、視点移動の割に投げ払いされてるから、そうそうそう、なんかどうしてるのかっていうね。はいはいはい、確かになんか意識してる部分あります。どうもう普通にバケツみたいにこうやって横に振ってるだけなの。あ、まあそんなに振ってはないんです、うん、結構モップリンって
あんまり振らなくても球がもう横に飛んでいくので、うん、あそういう仕様ってこと？そうなんですよね。なんかバケツとかよりも投げ払いがしやすいっぽくて、あそれ知らなかった。なんであんまり振らなくても大丈夫なんですよ。ちゃんちゃんに本当にだからクッカクッってやってるだけでパンパンって綺麗に分かれてる。そうなんですね。なるほど。いやそれを多分ね知らなかったというか、もう僕らももちろん知らなかったですよ。うん、じゃあ他のバケツみたいにこうガッて投げ払うみたいにしなくていい？いやもう大丈夫です。そこは簡単なので知らなかった。それはやってて気づいたんですか自分で？いやもうやってすぐなんかめちゃめちゃ球曲がるなっていう。うわ、いやわかんないよこれ、やっぱ上手い人だからそう言ってるだけで、見たらめっちゃ動いてる可能性ある。なるほどね。ギャランドの中では動いてないから俺らにとってはもうすごい全部使ってるんで、そうそうそう、それ一回チェックだね今日。いや思ってるより動いてるよっていう可能性もある。まあでも私一応感度マイナス2なんで。あ、そうなんだ。感度も低いんだ。感度高くないんだね。もう低くても全然あれぐらい回る、曲がる。全然楽です。あ、これはいいこと聞きましたね。バケツなんてむしろ感度高くないときつい武器だと思うんですよ。うわってやるような、それもいらない。でも全然大丈夫です。ただ高いと難しいかも。なんかあ逆に細かい塗りができなくなっちゃうから。はい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 、確かに。だからそれ使わなきゃ戦えない位置でまず振らないみたいな感じなんですかね。そうっすね。わあすごい。ちょっといや聞きたい技術いっぱいありますけども、どうですか他にも。なんか大会のことだったりとか、まあ、チームのこととかで、まあモップリンメイン、サブが9番、はい、で、スペシャルがサメライド、うん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 、どれがこう自分の中でこう命綱というか大事な順番というか、ある？まあ一番やっぱ大事なのはメインですかね。おお、なるほど。やっぱりメインが強い武器だと私は思ってるんで、うん、いやすごいです。なるほどなるほど。まず一番目がメインで、うん、で、まあ、次にサメ。サメ、おサメもやっぱりスペシャル溜まるのがめちゃくちゃ早い。まあ濡れるからね。 うん、その使い方をちゃんと考えないと、うん、もうなんか勝てない。うん、なるほどなるほど。あ、なるほど。だから9番はおまけぐらい。9番はまああんまり、まあなんか使うこともあるんですけど、うん、結構なんかインク消費量が多いので、うん、あんまり頻繁に使う感じではない。ではない感じですね。あ、なるほど。あれですか、むしろだ9番はもう強いからとりあえず使い方はもうこれだしっていう感じなんですかね。9番ってもの自体が強いから。まあ9番も強いんですけど、はい、やっぱメインが濡れるので。いや、その感覚絶対ないですって皆さん。いや絶対モップリのメインより9番の方が強いと思う。だから9番であんなインク消費するぐらいならもうメインで塗っちゃった方がいいじゃんみたいな。そうなんですよ、ね、ことなんだよね多分ね。感覚的には。じゃあ9番じゃなくてなんかこのサブだったらもっと強かったなみたいなある？いやでも9番結構噛み合ってる感じがします。噛み合ってはする。なるほどなるほどなるほど。結構塗りの補助とかにも使えるから、うん、あんまり投げないだけで噛み合ってはいると思います。うん、でモップリンはもうバランスとしてはもうかなりいい。あのサブもスペシャルも含めて9番サメライドっていう組み合わせがやっぱ強制加工めちゃくちゃしやすくて、うん、9番投げてからサメライドを突っ込むみたいなね。確かにエリアの強みとしてはあるのか。ちなみに D の方は使われてますか？気になるよね。 D は今のところあんまり使ってないんですけど。出た時は触った？触りました。ちょっと熟練度4ぐらいまでやったんですけど、うん、まあ結構、まあ、なんか弱くはないんですけど、うん、なんか自分から前に出ることが難しくて、やっぱり、うん、あーなるほど。ビーコンソナーっていう構成で、はい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 、この一回前に出れちゃえば、うん、意地はめちゃくちゃ強いんですよ、うん、あーそうか。相手にとっては嫌なサブスペシャル、ビーコン置いて、うん、ソナーで足止めしてみたいな感じで、メインでも足止めできるし、うん、でも打開になるとやっぱり、うん、まあねソナーがきついんですよね、はい、あーなるほど。いやそれで言ったらまあサメライドも別に打開は強くねえんじゃないかなっていうやっぱイメージなんだけど。まあそうですね。あでもまあ D よりはマシっていう感じ。そうですね、前に出れる分だけサメライドの方が強いかなっていう感じではあります。とりあえず一人倒すができる場面もある、うんうんうん、わあなるほど。いやでもやっぱ聞けば聞くほどそのモップリン道が
ないから、そのなんかモッポリンへの造形がまあね、やっぱ2なかったからね、1、2ってないから、で3めっちゃ触ってるかって言ったら触ってはないから、そうだ、どうそれを生かしてるんだろうってのはどんどん気になっちゃいますね、それは。敵にもなんかたまにしか、でもたまに来るんだよな、 まだたまに来る方だね、それそう思えば。あ、他のまあ言っちゃ悪いけどあんまり使われてない、うん、他の使われてない武器に比べたらね、はい、私も結構ミラーとかで来ますね、モップリン相手に来る。そっか、モップリンの相手、モップリンの相手にローラーとかも来るんですか。ローラ、ロングブラスターとか。ロング来るんだ。その枠なんだ。何来るときつい？ゴーニーとか来るときついですね。ゴーニーも相手に来るんだ。ゴーニーはまあミラー先ではないんですけど。あ、ミラー先ではなくてね。はいはいはい。相手にするのにっていうことか。何が来てんの？シールド？いや、もうキル速が早すぎて。あ、もう早すぎて。もう適当に突っ込まれちゃうだけで。はいはいはい、負けちゃうんで。そうか、確かに振りはやっぱり遅いというか、3発目出るの遅いですもんね。そうなんです。パンパンって。その辺のシューター系統への立ち回りがやっぱり。難しいですね。でもそれ聞けば聞くほど、まあ、のさまってるわけじゃないですか、52とかもうシューターって。今も52よね。でしょ、うん、その中でモップリンで勝つの大変そうだなと思っちゃうんですけど、それは特になんか大丈夫って感じなんですか。いや、まあちゃんとこの対策すればなんとかなる。 あるんだ対策が。ちょっと気になるね。マジで見たくなっちゃう、うん、見たいよね。いや多分、うん、結構そのスプラ学園スカウト見てくれた方の中でもモップリンって人が多いと思うんですよ、うん、いや多いよ。そう、それはなのでちょっと、まあ、まあ、他に聞いたことはなければ、もうだいぶ、まあ、聞いた甲子園のことも聞けたし、そうね、うん、てかまあこあの本当に3がオフライン 初っていうのがもうびっくりすぎて、ね、確かに、うん、なんか やっぱ対戦の時いたイメージだから、はい、その練習とか、甲子園のなんか練習とか大会の練習とかで相手で、ああガランドかってやっぱイメージがあったから、うんうん、なんかねちょっとびっくりしてる、うん、なんでだろうね。おなじみの強い人、おなじみの強い人だったんだよね。ガチマッチでいっぱい多分当たった記憶が。ああ、そうかもね、とりあえずいる、うん、なるほど、そうだったのかもしれない、はい、というわけでね、うん、まあちょっとプレイの方気になっちゃうので、はい、プレイ行きたいんですけども、まあ、まずちょっと最後にあの皆さんに聞いてるんですけども、はい、まあ、これからスプラトゥーン3、まあ、あと何年あるのか分かりませんけども、うん、ちょっとスプラトゥーン3に期待するところがもしガランドさんにあれば、こんな風なアップデート、こんな風な変化があったらいいなっていうのがあればぜひ教えていただきたいんですけど、まあ、やっぱりラグの改善、うん、結構あ、いや、まあ、ね、それはやっぱあるよね、まあ、結構難しいのかもしれないんですけど、やっぱそこ直るとめちゃくちゃ嬉しいですね。大パンとかすんの？ざっけん、いやだからそうラグとか起きてざっけんなよみたいな。ダイパンそんなしないです。ダイパンしない。ダイパンしない派です。ガランド君は。大体そうでしょ。モップリンはラグ結構聞いちゃうやつですか。ラグはまあそんなには関係ないですけど、ね、まあでもサメがめちゃくちゃ関係あるんですよ。ああ、なんかちょっとずれたりね。あとなんか前突きをラグで狩られちゃったり、うん、出したはずなのにやられてたみたいなね、無敵時間が間に合わなくてみたいな。あ、確かにそれはめちゃくちゃ ありそうだね。めちゃくちゃあります、うん、ね、なるほど。まあちょっとそこら辺でもやっぱバランスも最初に言ってくれましたけど、バランスも全然いいですし、うん、そこら辺は特にあの改善してほしいとかないって感じなんですね。そうですね、おお、なるほど、そこさえ直れば神ゲーだと思います。おお、なるほど、ありがとうございます。確かにね、それを期待しながらでございますけども、うん、さあ、というわけで、じゃあ次回は、はい、モップリンを。いやちょっと楽しみだよね、本当にこれは。Xマッチで使っていただくということで、はい、はい、では、それを楽しみにしていただきたいんですけども、はい、概要欄の方に、うん、ランドさんの X だったり、チャンネルだったり、うん、こちら、リンク貼ってますので、はい、ぜひフォロー、チャンネル登録お願いします。はい、ありますからね、お願いします。お願いします。生配信も結構やってるよね。してます。そうだよね。なるほど。ね、珍しいモップリンの視点が見えるのかもしれない。強いモップリン視点見たいっていう、まああのね、使ってなくても一回見た方がいいと思う。確かにね、うん、面白い、こんなことできるんだろうね、うん、楽しめるので、ぜひとも皆さんこちらも覗いてみてください、はい、というわけで次回モップリン編楽しみにしてください。またお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。